こんにちは、リーゲームチャンネルのリーです。私はプロスピ始めて2年になるんですけれども、無課金の私でもこのオーダー作ることができました。見てください、全員特の広角持ちです。キャッチャーの広角持ちはとても少ないので、栗原選手を超4までするのがとても大変でした。それではこのオーダーでリアタイやっていきます。はい、では広角打線先行なので頑張っていきます。早速ビシエド選手、広角つきました。う、ね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。よし、広角出るとよく伸びますね。次は山崎武史選手ですが、広角で出ませんでした。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。あ、言っちゃいました。タイムリーとはいきませんでした。続いて柳田選手は高額で出していく。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど。ああ、ちょっと高額の良さを伝えられないかもしれないですね。さあ、そして打席には村上が入ります。村上選手、高額出ませんでした。なおもチャンスは続きます。まあ、この先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃。石川選手、そんな苦手じゃないんですけど、この回はあまり打てなかったです。この回は守備ではしっかり抑えたかったんですが、こんな感じや、こんな感じでなんと3失点してしまいました。グラシアル選手、降格出なかったので代打丸選手いきます。バッターボックスには代打の丸。あー、丸選手も出ませんね。出ないけど打つっていうね。坂本選手も広角出ませんでしたが、こう打っていきたいと思います。ここは何が何でも点を取っていくしかありませんから。また出なくても打てました。あ、また出ないのか。じゃあ代打します。お、やっと広角出ました。よし、ホームラン、同点に追いついていく。広角最高、また出ました。広角粘って6球目。あ、ストレートに振り遅れてしまいました。あ、せっかくの栗原選手なんですが、広角出ませんでした。キャッチャー替えがいないので、このまま行きたいと思います。あ、カーソル出れました。広角の栗原選手で次は打っていきたいと思います。カーソルずれてますが、なんとかセンター前へ。山崎選手、広角出ませんでしたが、長打を打っていきたいです。よし、打った、ホームラン。1回は全然打てなかったですが、なんとか逆転までいけました。お、次広角つけました。と思ったらピッチャー交代で広角消されてしまいました。広角ついてないから超えるかな。あ、超えました。あ、これもちょっとカーソルずれてしまいましたね。この後1点差に詰め寄られましたが、無事勝利。もう1試合ぐらい広角打線やりたいと思います。またまた先行いただいちゃいました。あの、そうですね、あの後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという。ナイス弾け、弾丸ホームランです。今回はいい感じで広角ついてきますね。広角が出たので打球速度が速くて抜けました。またまた広角出ました。3連続です。ヒットでランナーを1塁に置いています。完璧なフルスイングのホームランです。広角4者連続継続中です。相手外川選手に交代してきました。ですが、また広角発動。最初は変化球できました。
これ変化量マイナス1でもボールまで曲がるのか。グラシアード選手また発動しなかったので交代します。バッターボックスには代打の丸。ワンアウトランナーありません。丸選手また発動しました。5者連続です。怖い打線ですね。最初は変化球できました。ボールになります。ですがマイナス1の変化量うまく捉えられてません。ツーアウトになってしまいましたが、広角6者連続継続中です。外川選手にいい感じで継投されてしまいました。アンナウトをツーアウト、スリーアウトという形で0点で抑えてきました。野崎選手広角出なかったので代打です。バッターは野崎。外が打席に入ります。よし、7者連続広角出すだけではなく外川選手攻略していきたいと思います。あ、ちょっと流せなかったですが超えていく。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。見事起用。さあ、そしてバッターボックスは8者連続です。これで次の栗原選手も広角出れば一巡全者広角です。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か。ああ、ちょっとカーソルずれたと思ったんですが、佐藤選手豪快なホームランです。ああ、栗原選手出ませんでした。育成もしてきたんですが、栗原選手は別で動画にしていこうかなと思います。ああ、正面です。弾き返した打球はライトへ。打順は1番に帰ります。バッタービシエド、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放った。デッドボール。これはいけません、デッドボールです。バッターは今日 DH に入っている。でもちゃんとごめんなさいしてくれたので許します。センターへヒットを放っています。山崎選手ナイスつなぎのヒットです。ドラゴンズチャンスになりました。栗原選手は出なかったんですが、山崎選手ビシエド選手と出て今回の高確率とても高いです。ギータが2打席連続のホームラン。これで8点差強制です。今回無課金の私の広角オーダーでしたがどうでしたでしょうか。広角は使いやすい特能として有名ですが、皆さんおすすめの能力はありますか。ぜひ教えてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。